こんにちは、けんです。 今週のテスラニュースのまとめです。3月3日から3月9日までのテスラのニュースを振り返っていきたいと思います。まずはテスラ株の推移から見ていきたいと思います。テスラ株ですけれども、先週末はですね、200ドル以上をキープしていたんですけれども、今週になって一気にドンドンと2回落ちまして、今現在は175ドル台を推移中ということになってます。今週は結構落ちましたね。はい。ではテスラニュースを振り返っていきたいと思いますけれども、まずは3月3日ですね。この日はトヨタの CEO の発言についてメインに取り上げましたけれども、テスラ情報としては 弁護士たちが60億ドルの報酬という記事がありましたこれはイーロン・マスクさんの裁判問題で報酬として裁判に勝訴した株主の弁護士が テスラ株で6億ドルの支払いい請求求を要求していると。この日の内容では6億ドルというふうに僕は言ったんですけれども、正確にはですね、60億ドルの間違いです。で、この支払いはテスラ社が直接負担と言われていますけれども、果たしてこれがどうなっていくのか、この進展情報がまだないので、また進展情報があれば紹介をしたいと思います。続きまして3月4日月曜日ですけれども、この日はテスラ今月の下取りで5000マイルの無料スーパーチャージを提供という記事がありました。この情報はアメリカなんですけれども、テスラの四半期の終わりに向けて新たな販売 販売促進を発表ということでアメリカにおいて特定の車両を下取りに出すことによって無料で5000マイルのスーパーチャージングを提供ということですこのオファーは米国とカナダのテスラオーナーが対象となっていますそして下取りと新車の受け取りを3月31日までに完了することが条件ですで、車としてはですねこういった車には対応されませんよということがありました では続きまして3月5日火曜日ですけれどもこの日はオーストラリアの火災安全調査に関する記事を2つ紹介させていただきましたこの記事の中でポイントとしては EV の火災の発生率はガソリン車やディーゼル車に比べて相対的に低いというデータが出たということを紹介していますまだこちらの動画をご覧になってない方は概要欄にリンクを置いておきますので EV は燃えにくいっていうことですねこちらをしっかりとね認識してもらいたいと思いますのでぜひまだ見られてない方はこちらの動画をご覧になってみてくださいでは3月6日水曜日ですけれどもこの日はドイツの 工場で放火の疑いで停電という記事がありましたこれはテスラのドイツ工場で放火が起こってしまってその結果として停電になり生産活動が一時的に停止と言われていますでこの事件なんですけれども環境保護団体がやったんじゃないかという疑いがありますけれどもこちらに関してまだ進展情報というのがありませんまた進展情報があり次第 youtube でお届けしていきたいと思いますでは3月7日木曜日ですけれどもこの日はタイの投資の記事と ev の安全性の新レポートというのがありましたまずテスラのタイ の投資なんですけれども。 タイに生産施設を設立する可能性が出てきていますということで、でも実際にはですね、何をするかは未定であるということで、タイ自身も工場に100%グリーンエネルギーを提供することを約束していて、その他様々なインセンティブを用意しているようです。ということで、テスラがタイに投資をして何か工場を設立していくのかどうか、これが今後また新しいポイントになってくるかなと思います。こちらに関しても進展情報があれば、また YouTube で紹介をしたいと思います。そして EV の安全性の新レポートということで、 内容としては、電気自動車というのは、ガソリン車よりもはるかに安全であるにもかかわらず、メディアはしばしばその逆を強調し、EV の安全性についての講習の不安を煽っています。それに対して新しい報告書である、The EV Safety Advantage で、EV の安全性の優位性を明らかにしています。ということで、EV の安全性を強調し、より良い選択を促すために、消費者にこの情報を広めることが重要であると記事の中では書かれています。ということで、EV は安全ではなくて危険だという情報 結構出出ててててていいいいままますすけれども EV ののの安全性ににに関しししきちちんととたたデータが出ましたよという内容ななっっ詳細はこちらの動画の方をねご覧になってみてくださいでは3月8日金曜日ですけれどもこの日はちょっとした特集で最近キャシーウッドさんがコインベースをね結構売却しているんですよねなんでキャシーウッドさんが今コインベースを売却しているのかこちらについての解説動画となっていますキャシーさんの動向について興味がある方はぜひこちらの動画の方もご覧になってください概要欄にリンクは置いておきますそして最後3月9日土曜日ですけれどもこの日はテス テスラとと電気自動車の中古市場ががが大きく盛りり上がるという内容がありましたこれはアメリカの中古電気自動車市場でハーツによる数千台の電気自動車の販売開始によって今現在大きな注目を集めていますとでハーツはフリート更新のためにテスラを含む様々な EV を今現在販売中ですこれが消費者にとって新車に比べて手ごろな価格で EV を手に入れるチャンスということで大きな注目を集めているという内容になっていますそしてこの日の僕の解説の中で2つのポイントがあるんじゃないかという視点で見ています是非、ねこちら こちららの方ももご覧にななって,みてくださいいいたと思まずは今後のテスラの展開のポイントから見ていきたいと思います。まず事業投資ですけれども、今週は新しい情報というのはありませんでした。技術革新に関しても新しい情報はありませんでした。新製品の導入に関しても今週は特に新しい情報というのはありませんでした。エネルギー事業の拡大に関しても今週は新しい情報というのはありませんでした。グローバル市場の拡大という点においては、今週はタイヤの投資というのが新しい情報としてありました。 しかしまだ具体的に何をするのかというのは明らかになっていない状態です。またこちらに関しても新しい情報があれば紹介します。そしてドイツなんですけれども、ドイツはですね、2月22日にギガファクトリーの拡張工事で反対という記事があり、2月の26日に IG メタルが支持していますという内容がありました。そして3月6日に放火です。またこちらに関しても新展情報があれば紹介をしたいと思います。その他の事業に関しては今週は特に新しい情報というのはありませんでした。で市場競争、供給チェーン問題も特にありませんでした。アップデートに関しても今週は 特に大きなアップデートというのはありませんでしたその他の懸念事項としては裁判問題に関してはですね弁護士たちが報酬で60億ドルを求めているということなんですけれどもこちらに関してどういったことになっていくのかまたこちらも新しい情報があれば紹介をしたいと思います。ではは続きまししてて電気自動車業界全体としては 今週は電気自動車の安全性のレポートが新しく出ています。こちらの動画で紹介しています。そしてもう一つですね、EV は燃えにくいという情報もね、お届けしました。この二つの動画に関しては概要欄にリンクを置いておきますので、まだご覧になってない方はぜひね、こちらの方もね、ご覧になってください。そして第一四半期の最後の月が始まりましたけれども、次回の決算の見どころとしては、フリーキャッシュフローが増えているかどうか、そして利益率がどうなっているのか、ここが僕の中では大きなポイントとなっています。そしてテスラ全般としては、2月12日にテスラのメリット、デメリット、そして2月の17日にオーナー さん、y さんとの対談ということで、2つの動画を上げています。これからテスラを買おうかなと思われている方、ぜひこちらの動画の方もね。参考にされてもらえればいいんじゃないかなと思います。そして特集ですけれども、2月21日にコネクテッドカーについて解説しています。そして、オープン ai のスラに対しての解説を2月19日にしています。そして、プレコンをした状態としていない状態で、どのような差が出るのか、こちらのね。動画もアップしていますので、こちらの方もね。是非ね。ご覧になってみてください。そして、キャシーさんの解説ですけれども、2月の27日に6の解説をしています。そして今週はですね。コインベースの解説もしていますので。 ぜひキャッシフーウッドさんの動向に興味がある方はこちらの動画の方もご覧になってみてください。はい、ということで一週間振り返ってみましたけれども一言で言わせてもらいますと。今週の内容を踏まえてテスラ株結構落ちてきていますよね。しかしですが、 2024年というのはテスラにとっては投資の年だと僕は思います。この投資なんですけれども、テスラも技術開発などに投資です。そして僕たちテスラ投資家もテスラに投資する年だと僕は思います。今は種まきの時間です。投資というのは自己責任でお願いしたいんですけれども、今現在テスラは種をまく時期になっているんじゃないかなと思います。皆様このあたりどのように考えるでしょうかぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで1週間を振り返ってみましたけれども、僕のこの YouTube ではテスラに関する情報ですね、特に海外の情報をメインに取り上げ 使っていますテスラや EV の海外情報こちらに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますそして来週も1週間テスラ情報を追って YouTube でお届けしていこうと思いますのでぜひ来週の YouTube をよろしくお願いいたしますでは今回も最後までご視聴していただきありがとうございましたテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた